私、柴さんとはですね、3度しかお目にかかっておりません。決定的な形でお目にかかりましたのは、1995年の5月、NHK のテレビで柴さんと対談をする仕事を通してでございました。1995年というのは、大変な年でございました。 まず1月に阪神・淡路の大震災がございましたそれから3月になりましてオウム真理教によるサリン事件という凶悪な犯罪が発生いたしましたその大地震とサリン大事件の後を受けて5月に日本の国家歴史文化そしてとりわけ宗教について司馬さんと対談をする そういういい機会に恵ままれたわけでございます大阪のあるホテルの一室でその対談は行われたんでありますけれどもそうですね3時間半ほど休みなく立て続けに話をしたその経験が昨日のことのように思い起こされます。 あの対談中の司馬さん非常に怖かったあの,あの大きな目をぎょろりと向いてこちらの顔をひたと見つめてお話をされる、えー、全身冷や汗をかいて私3時が半を過ごしたことを今覚えておりますその時の司馬さんの話の中で私が非常に印象に強く残っております2つございます 一つは宗教っていうのはですね人間を飼いならすための文化装置であるというご意見でございました人間というのは放っておくと止めどもなく野生化するそのままの状態にして自然的な状態の中に置いとくと人間というのは野蛮化するっていうんですねそういう野蛮化する野生化する人間というものをコントロールする 要するに柴さんの言葉によりますと飼いならすための文化的な装置が宗教だと人間が人間であるためには宗教は絶対にそういう意味で必要であるこういうお考えのようでございましたしかしこの飼いならし宗教論っていうのはですね柴さんの小説の中にしばしば出てくるテーマなんですね年来のお考えをそういう形で主張されたんだろうというふうに思います もう一つは日本人の最近におけるモラルの大敗といった問題でございましたいつの間に日本人はここまでダメになってしまったのかという嘆きの声でございました少なくとも日露戦争までの日本人は健全だったとこういうんですねそれ以後徐々に日本人はおかしくなったのではないかなぜ どういういい理由に基づいておかかしくなったのかこれがひょっとすると芝文学の根本的なテーマだったかもしれません。以上2つの問題がこの3時間半の長時間にわたる対談におきまして私が深く心に刻まれた芝さんの問題提起でございました。しかしか その対談が終わりました後の柴さんっていうのは非常に優しい方でございました雑談あるいは座談の名手でございますいろんなお話をご存知で次から次へと糸を積むように座談の場で出されるこれが楽しくて楽しくて仕方がありませんでしたね今日はそのエピソードどこにも柴さんがお書きになってないエピソードを一つだけ最初に申し上げてみたいと思います 対談が終わりまして、そのホテルの地下にありますステーキ屋に参りました。で、その食事の合間にですね、こういう話をされたんですね。以前自分は、王城の護衛者っていう小説を書いた。これは会津藩松平かたの生涯を描いた小説ですね。悲劇の松平かたも会津藩主。 最後の将軍徳川慶喜に準じて京都守護職の職を全うする俗軍の汚名を進んできて幕府に忠誠を誓った最後の藩主ですよね。その小説を書き終えた時に高松宮秀殿下から宮中へ食事のお招きをいただいたんだとこう言われる。 でどうして自分が高松宮秀殿下に呼ばれるのかわからなかったしかしせっかくのご招待でありますのでそれをお受けしてまいりましたところがそこに秩父宮秀殿下も同席しておられたで食事が始まりまして問わず語りにその時「王生の護衛者」という作品をお書きいただきましてどうもありがとうございました 私どもはあちらの方ですから」とこう話になった「あちらの方ですから」という言葉を聞いて司馬さんはハッと分かったあちらの方とは会津の方という意味ですね簡単な言葉に深いご自分たちの気持ちを込めてそう言われた「高松の宮秀殿下は最後の将軍徳川慶喜のお孫さんにあたる」 それから秩父宮秀殿下は昭和の初めに駐米大使をやられました松平常雄の長女にあたる方なんですね。松平家はもちろん松平肩盛の子孫であります。戊辰戦争は今日そういう形で生きているんですよ。にこっと笑われたですね司馬さんは。 その話っぷりがまた何とも言えない。あの優しいまなざしでそういう話をする時の芝さんのあの面影が私は忘れることはできません対談をした時の芝さんの恐ろしい怖いようなまなざしと雑談をする時の優しいまなざしそれはやっぱり芝遼太郎における2つの側面人間的な側面だろうと思いますね 先ほどもちょっと申しましたけれども、あの、オウム真理教の事件が起こりまして、果たして日本人に宗教心はあるのか、モラルはあるのか、いう反省がいろんな層から言われ始めました。その余震のようなものが今日までまだ続いているのではないでしょうか。我々にモラルはあるのか。性感在 いろんな分野における日本人の腐敗・大敗の状況は毎日のように新聞をにぎわしている私はそういう状況の中によりましてただ一つ心の中に灯火のようなものが灯り続けていたことを告白しないわけにはいかないそれはいやそうは言っても例えば司馬太郎の文学が読まれている限り 日本人の心の中にモラルへの関心は生き続けているこう思ってきたんでありますしばりお太郎だけではないもう一人挙げたいと思いますがそれが山本周五郎であります山本周五郎やしばりお太郎の文学が日本人のいろんな層の方々に読まれ続けている限り日本人にモラルは生き続けているんだそう思うんですね その中にひょっとすると現代日本人のモラルの基盤宗教心というものに対する熱い心が横たわっているのではないかそういうふうに私は思っておりますそれでは例えば司馬太郎の文学におけるモラルどういう言葉で表現されているでしょうか例えば勇気 柴さんの文学を読み返すために私は勇気をかき立てられます。落ち込んだとき励ましを与えてくれます。あの義教心はどうです。柴文学のすべてに義を見てせざれば勇うなきなりのあの義教心が脈打っている。そしてそこに展開するいろんな人々の生活ぶり、その中から日常の生活規範のようなものを、 学び取ることがで司馬さんの文学の中からただ一作を選べと言われると困るんですね何を選んでもいいしかし私はあえて例えば「故郷防じがたくうろう」という短編小説を選びたいと思うんですね「ふるさとは忘れがたくうろう」という小説でありますこれは小説のような評伝のような 文明論のようないわゆる司馬太郎式の文学でございますあの鹿児島県にですね苗代川というところがあるでここは実は朝鮮から日本に渡来したその子孫の方々が住んでいるところであります。年前秀吉が朝鮮を攻め入りました でそこで捕虜にした朝鮮人の方々を日本に連れてまいりましてこの鹿児島県の苗代川というところに土着させて今日に至ったわけであります。でそれを受け入れたのは鹿児島藩でありまして鹿児島藩は偉いその朝鮮の方々を士族の扱いを厚く保護したんですね。でその苗代川に行きますと今日陳氏とか牧師とか金氏という。 朝鮮人の名前を持っている人々ずっと住み着いておられるわけで,すでその方々は朝鮮貴族のプライドを持って今日まで生き続けてそれを可能にしたのが鹿児島藩の保護政策でありますでその中に陳寿官という方がおいているな陶器をずっとお作りになっている朝鮮陶磁器というのはこれは世界に冠たる 芸術品でありますけれどその技法を今日我が国に伝えたその最も重要な家系のお一人でありましてその第14代陳寿艦師と司馬さんがたまたま知り合うんですね。で司馬さんが出かけていってその陳寿艦師の一生の聞き書きをとそれを素材に小説にしたのがこの「故郷坊じがたく走路」。 でこの鎮守官氏が代々作り続けてきたその陶磁器のことを白薩摩というんですね白い磁器であります薩摩で作っておりますから白薩摩でこの方が戦後になりまして韓国に招制される韓国と日本の美術家たち美術批評家たちが肝いりになりまして鎮守官さんを韓国にお招きをするで各地を訪ね歩いて最後に ソウルでソウル大学の学生たちを前に講演会を開く淡々とご自分のお仕事を述べ日本における陳寿藩氏の歴史を述べて一番最後にこういうことを陳寿藩さんが言われるんですね韓国の学生たちを前にしてあなた方は日本の朝鮮支配時代の36年間を批評される批判される 日本の圧政を非難される。それは当然だ。誠に当然なことと思う。しかし、あなた方が36年の圧政を言うならば、自分は370年間を言わなければならない。こう言ってこの講演を結ばれたんです。そうしましたら一瞬会場はシーンとなった。 自分は大変なことを言ったのかとこう思って棒立ちになったすると静かに会場の隅々から拍手が沸き起こってそれが次第に大きな拍手の波になって歌を歌って韓国の歌の大合唱になって陳寿貫さんに花向けの歓迎の意思を示したでその大合唱の中で陳寿貫さんは 感動のあまり体を震わせて立ち尽くしていたこういう文章で終わるんですね故郷を傍じがたく走路司馬さんの熱い心が伝わってくるような小説であります司馬さんの国際的認識そういうものが伝わってくるようなお話ではありませんか私は この作品を司馬さんの一つ選べと言われたらあげることにしているそれから「坂の上の雲」これは司馬さんの代表作でありますけれども最初に出てくるのは正岡式であり日露戦争の英雄になった秋山兄弟であります陸軍の秋山義振海軍の秋山実行でありますこの正岡式秋山兄弟 下級武士の出身ではありますけれども、ご一新以降、貧窮に苦しんでいる家の子どもたちであります。その貧乏から身を起こして、奉公の世界に入っていく、奉公とは公に身を捧げるという意味です。やがて、社会のため、共同体のため、家のために、我が身を捨てて尽くす。 藩のために我が身を殺す国家のために脱藩して献身するそういう物語が渦を巻くように司馬さんの作品には出てまいりますそれはまた山本周五郎の世界でもあったこれからの日本の問題はおそらくその奉公しばしばでっち暴行とか徒弟暴行というふうに 封建的な倫理にまつわる言葉として何となし忌避されてきた言葉でありますけれどもそれはそうではない公のために自己を犠牲にして献身するというのが奉公の本意で坂本龍馬は藩を捨てて国のために奉公した問題はこれからの日本人が果たして国という枠組みを離れて世界のために奉公できるかどうかそこまで来ているわけですね 貧乏から脱却するために奉公をして身を立てやがて国のために働くそういうテーマがですね山本周五郎あるいは司馬太郎の作品に定留してそれはやはり日本人の倫理というものを考える場合重要なテーマではないか私は思いますね。 ただ問題はそういう倫理観っていうものこれは司馬さんは道徳的緊張っていう言葉を使って表現しておりますけれどもそういう倫理観といいますか道徳的緊張っていうものを日本人はある時点で忘れ始めるこれが司馬さんの認識であります。そののあるる、時点と申しますのは年代。日中戦戦争争から大太平洋戦争に至るあの 国家主義の時代のことであります。あの辺から日本人は錯誤の道をさまよい始める。なぜか。これが芝文学のその後の主要なテーマになっていくわけですね。この坂の上の雲の中で私が非常に心を打たれる場面がございます。それをちょっと一に申し上げて話を進めていってみたいと思うんで、 あの一つはですねやはり日露戦争の場面二百三高地を攻めている時の野木まれの描き方であります。参謀長が伊地知康介この参謀長の言うことをそのまま聞いて作戦を実行するわけでありますがこれがことごとく失敗する二百三高地は全然落ちない。 我が軍の犠牲者ばかりが毎日のように増えていく。で、そういう三たる負け戦を司馬さんは描きながら最後にですね、野木将軍と伊地参謀長の無能ぶりは、これはもう大変なものだということを口を極めて批判されている。しかし、それにもかかわらず、第三軍の兵士たちは、 順に死んでいいったと彼書いてる無名日本人たちのこの恩順さっていうのはこれは比類のないものであるという,うに書いてるわけですよこれはシ馬さんの言葉で指揮官がいかに無能であっても日本人は黙って死についていたその死についていくその態度を恩順って言葉で表現したこれは胸をつかれますね どういう意味で司馬さんは一体その「温潤な日本人」という言葉をお使いになったの。封建的な倫理で女将の言うことにそのままいいダクダクと従う人間として表現されているのか決してそうではない。その温潤さの背景には例えば徳川300年の封建体制っていうものがあったかもしれないけれどもそれにもかかわらず国家のために命を捨てていく無名の日本人たちの温潤さっていうものに 脱帽してるんですよその司馬さんの熱い心が伝わってくるような文章ですあそこもう一つこの二百三高地をなかなか落としきれないでいる時の戦場の描写の中でこういうことも司馬さんは言っているんですねあの無残な戦いを兵士たちに強制させたものは 近代国家の暴力性だ国家の恐ろしさだということを言いながらですねしかし当時の明治国家っていうのは当時の日本人の庶民にとってはですね集団的感動の時代を意味したんだこういうことを言ってる集団的感動っていう言葉もすごい言葉ですね今日の若者たちにはとても伝えることのできないような言葉かもしれない。 明治国家というもの、そのために命を捨てる日本人たちは感動していたんだまあ司馬さんの日露戦争に対する考え方の基本にはですねあれは祖国防衛戦争だっていう認識があるわけですよ祖国を守るために戦いそして死なななければならないしかしどうです19世紀の世界史を眺める 国家の暴力性が至るところに広がっていった時代であります。特に西欧列強によるアジアの征服、こういう状況ですね。そういう状況下において祖国をどうしたら防衛できるか、それが日露戦争のぎりぎりの戦略目標だった、こういう認識があるわけでありますもちろんあんまりそういう理屈は正面に出さない。日本人は その祖国防衛の戦いのために感動的な献身の世界に入っていったんだということですね。国家はそういう意味では強烈な宗教的対象だったとまで言ってますよ。明治国家っていうのは当時の日本人にとっては宗教的な対象だ私最近よく同僚たちあるいは若い学生たちと話をするんです明治の人間はひょっとすると 国のたたために命を捨てることができた人間たち。今日の我々は国のために犠牲になることができるか国のために死ねるかほとんど否定的な答えが返ってくる私もそうです国のために死ねないこの落差は大きいですよね国のために死ねるっていう思想と国のために死ねないっていう思想とそういう問題も 芝文学は我々に突きつけているそこで再び坂の上の雲でありますけれども私はこの作品のもう一つの重要なモチーフっていうかテーマはですね捕虜の問題だと思います捕虜に関する問題が繰り返し繰り返しこの作品には出てまいりますその捕虜に対する扱いの中から芝さんは明治の 人間たち明治の軍人たちの生きる態度というものを引き出そうとして最初のところに日清戦争の問題が出てまいりましてですねこれは三島半島の先端のところに異界へという領好がありますけれどもこの異界への戦いっていうのが日清戦争の明暗を分けるんですねこれで日本は成功することによって日清戦争に勝つわけであります。当時その イカイを守っていた艦隊が北洋艦隊、中国最強の艦隊であります。で、その指揮をしていたのが当時の中国の名帝徳と言われた帝女将であります。この帝女将の北洋艦隊を攻めるのが伊藤助行中将率いるところの日本の艦隊でございまして、 この九州作戦が見事に走行して、ね、補強艦隊の中核部分がほとんど殲滅されるわけであります。最後に伊藤祐之中将がその向こうの帝徳帝女将に対して降伏を勧告するその降伏を勧告する時の伊藤中将の工上が面白いんですね勧告状でありますけれども「何時日本に亡命せよ」。我ら、 日本の武士道の作法に従って優遇戦こういう条件を出すんですね日本に亡命しなさい武士道の精神を持って熱くお迎えいたしますそれに対して定助将はこれを定腸に断って毒を仰いで自殺をするんですねこれが日清戦争終幕の重要なエピソードでございます 司馬、えー、さんはこの伊藤祐之中将の捕虜に対する態度敵軍の将に対する態度相席を込めて描いているやがて日露戦争にこの小説は入ってまいりますけれどもその日露戦争の段階でこの奉天開戦をはじめといたしまして203高地両順港の攻防作戦の中でもそうでありますけれども大量の捕虜が この時の捕虜の扱いを詳しく述べていって司馬さんは最終的にこういうことを言われるんですね。当時の日本の陸海軍の捕虜に対する態度っていうのは前代未聞のものだった。戦時国際法を忠実に順法してい,るいちいち条文に照らして誤りのないことを期していた。 これは本当に前代未聞なんだっていうことを柴田さんは言っておりますね。日露戦争にはですね。あの、外国の陸海軍武官があの感染のために参加しているんですね。で、日本軍がどういう態度で捕虜を扱っているか、どういう作戦で戦争をしているかっていうのをつぶさに現場で見ているわけですよ。まあ、そういう点もあって、滅多なことができなかったっていうこともあるかもしれません。 そういうい外国の武官たちのその後の証言もこの取り上げながらですね当時の日本の陸海軍の公平な国際法を順法する精神というものがいかに優れたものであったかということを浮き彫りにしております。これは最後当時のアメリカの大統領でありましてルーズベルトまで感動をせしめた日本陸海軍の行為だったわけであります。 それから、野木マレスケが203高地を攻略いたしまして、203高地の山の上から旅順港にいるそのロシアの艦隊を砲撃をいたしまして、多くの捕虜がそれによって発生するわけでありますが、でその捕虜が重傷を受けて収容されたとき、軍医はですね、直ちにこれは重傷を負っているから、 捕虜として収容することなく本国にすぐ送還させようっていう命令を出しているその事例を挙げておりますね捕虜として日本国にその連れてくるのではなくして即刻ロシアに返している、まあ、そういう国際法の条文があったようでありますまあとうとう数え上げていきますとですね 次から次へとこの捕虜に関わる場面がこの「坂の上の雲」っていう作品の中には出てくるんですね。ああ司馬さんというのはこの作品を書くときに捕虜の問題を重要な課題として選んで心密かに選んでおられたのではないかというふうに私は思うんであります。 連行されてて病院に入っているその場面を見舞うこれはよく知られたお話でありますけれどもその問題にはもちろん触れておられる先ほど私は「故郷を防じがたくろうという司馬さんの短編をご紹介いたしましたけれどもあれは年間日本のの捕虜になった珍珠監視の話ですよそれが姿形を変えて「魚屋の雲」という作品の中にやはり現れてくる。 ただごとではない芝文学における捕虜というテーマはなぜこんなに芝さんは捕虜にこだわったのかこれは私の私の推定でありますけれどもひょっとするとその原因の一つは長谷川慎の影響によるのではないかそう思うんですね長谷川慎というと日本の大衆作家ですね 瞼の母、一本型な土俵入り「靴掛け時次郎」何度読んでもいいですねあの人情の世界それはヒューマニズムの日本的な形態と言ってもいいあの深い人情が何度読んでも我々に涙を流させるその大衆作家長谷川真の代表作の一つにですね 日本を捕虜師っていう作品があるんですこれはあまり世間に知られてないんですよね。戦争中昭和1718年頃から彼は資料を集めて書き始めるんであります。それこそ日本の古代推古、えー、天皇聖徳太子の時代から日本の捕虜に対する日本人のさまざまな物語エピソードっていうものを 文献を集めて収集し整理し分析し解説を加えて日露戦争までですよ。千枚に難々とする大長編ドキュメントこれが長谷川慎の「日本捕虜史っていう作品なんですね。戦争中からそういう仕事に取り組んでいたまぶたの母の作者がですよ。でこれを戦後になりまして長谷川慎は大衆文芸という。 あまり多くの人々にの目に触れないような同人雑誌的な雑誌に発表し続けるわけで,でそれで明治昭和25年戦後しばらくしましてからそれをまとめて本にされるわけでありますけれどほとんど日本でこの作品に注目する人はいなかったしかしさすが菊池勘だけは別だった菊池勘賞をもらってるんですねこれは。 ところが、菊池勘賞をもらった、そういう授賞式の問題が、話題が新聞に出るだけで、多くの日本人はまたすっと忘れていった。長谷川真の仕事。で、最後に長谷川さんが、この日本捕虜史をまとめた、その序文だったか後書きの中に、こういうことを書いてるんですね。日本人の皆様方、我々の歴史の中には、日本人の中の日本人と言われるような、美しい、 そういう日本人がいたということを覚えてください。考えてください。そう書いてい長谷川真は。感動的な作品ですよ。私はこの長谷川真の日本捕虜師っていう作品を柴さんは念頭に置いておられたと思う。坂の絵の雲を読んでいる限り長谷川真の名前は出てまいりません。 しかし少なくとも日清日露に関わる日本軍と遭遇した捕虜たちのありさまその捕虜たちをどのように扱ったかという問題について司馬さんの取り上げたテーマその多くがこの長谷川真の作品の中に出てくるんです司馬さんは司馬さんなりに新しい意味付けをしておられます新しい解釈をし小説家 しておられれるわけけでありますけれども日本人の魂を現在の日本人に伝えるために長谷川真の志を今日の日本人に伝えたいそういう気持ちが司馬さんにはあったと思うもう一つ申し上げたいのはですねやっぱりのの人の問題ですね柴さんが好きだった「剣の達人」私は二人いると思います そのうちの一人が道のくの人間なんですね。千葉周作です。千葉周作っていうのは宮城県栗原郡出身でいます。江戸に出て。たちまち三千人の門弟を擁するようになる。上野のおたまが池に道場を作る。おたまが池の先生って鳴らすんですよね。千葉周作。 その千葉周作の前半生を小説にしたのが千葉さんの「北斗の人」であります。「道のくの剣」だ。北進一刀流を編み出した人ですね。いや編み出したのではな、ね、い。北進一刀流をあの時代に輝かせた剣の達人と言ってみる もう一つ県の達人としての千葉周作の特色がですね彼が非常に合理主義者だった千葉周作の県というのは合理の県である無駄のない非常にその短い時間で県の奥義を教えるそういうことができた人のようであります葉さんという人が非常に合理主義の方でございました お話をしているるとよくわかるんですね。非合理とか神秘っていうものを非常に嫌う方でございましたので剣の世界につきましてもやっぱり合理の剣を編み出した千葉周作に非常に深い親近感を抱かれたっていうことは実によくわかるその北斗の人っていうのはですね千葉修作が宮城県から身を起こして諸国を修行して歩いて江戸に行ってお玉川家の道場として成功するまでの世界を描いてる。 でそれで終わってる。後半生の千葉周作は描いていないこの作品はところがですねその一番最後の章にですね、えー、不思議な物語が一つ付け加えられているそれ最晩年の千葉周作の姿なの略譜っていう章があるんでありますけど後半生千葉周作がこういうことをしたことをしてそして最後に知るそれまでの、うん 人生の,その節目節目をですね年仏的な表現でまあ処理してしまってでその一番最後に千葉周作の一夜憲法と称するるお話が出てくるこの一夜憲法の話を持ち出したくてそういうちょっとイレギュラーな形式をこの小説の中で取ったのかなと私は思っているんでありますがその一夜憲法っていうのはこういう話なんですね。 もう最晩年の千葉周作でありますから寝床で、まあ、病気になって寝床に寝ているでそこにある一人の人が飛び込んでくる「商人風の坊主」っていうまあ当時の武家の屋敷には盆さんの姿をしてさまざまな雑役をこなしていたそういう人物がいたわけでありますその一人が飛び込んでくるんですねで自分は今その主家使えている主人の命で、えー 大金を持って、えー、あるところに向かったところが途中で、えー、辻斬り強盗にあったで自分はですね翌日あなたにきれいに殺されてやるから今日一日だけ猶予を欲しいということを言うわけででそれをその辻斬り強盗がまあ認めてそれで自分はここにやってきたでようやく主人の依頼した仕事を やり遂げたので明日は心置きなくその辻斬りごとに切られたいきれいに切られるための作法を教えてくれこう千葉周作に頼むんですね、えー、まあ本当にあった話かどうかはよく分かりませんけれどもでそれに対して千葉周作は起き上がってこういうことを教えるお前さんはその浪人の前に立って 足を半歩開いて背筋を伸ばして目をつぶって剣を大条段に構えろそして呼吸を整えろ目を閉じてじっとしている。そのうち体のどっかに冷たいものが走るそれは切られるということですね。その冷たいものが走ったときに大条段に振りかぶった大刀そのまま下に降ろせ切り下ろせ。 お前はきれいに殺されているよ、こう教えられるありがとうございましたと言ってそのお坊主はですね、えー、約束したその場所に行くわけであります辻斬りがそこに来て待って言われた通り千葉周作に言われた通り大刀を振り上げて呼吸を整えた目を閉じるその姿を見た辻斬りがこいつの件は相当いけると思ってスタゴラ逃げてしまったっていう話で。 そういうい話が千葉周作の一夜憲法、たった一晩で県の奥義を伝えたというお話として伝えられているでそこでまあ志摩さんが書いているんでありますけれども千葉周作にとって剣というのはですね瞬間の技であるということを言ってこういうふうに言っております。それ 瞬,速瞬間の気合だ、剣というのはそれで決まるというわけですね。で「真」というのは心「気」は気力の「気」「力」は力ですね「心」「気」「力」これが一致した時に剣のその凄さっていいますか剣の威力っていうものが発揮されるでそれをやっぱり千葉周作は体得していたんだ。 千葉修作っていうのは合理の剣を使う剣の達人でしたけれども同時に新気力の一致という点で神秘的な人間の持っている力っていうものもやっぱりちゃんと考えていたそういう達人でもあったっていうことをここで司馬さんは言おうとしているのではないかと思いますね。道ののののの剣の達人、千葉,千葉周作に対する柴さんのこだわりのようなもの 関心のありどころがその辺にあるのではないかというふうに私は思うんですよ北斗の人ってのはなかなかそういう点でも味わいのある作品ではないかと思いますねもう一人もう一人柴さんが好きな県の達人がいた肘方俊三であります新選組の副長肘方俊三でありますどうも第二次世界大戦後新選組の評判悪い 否定的な評価が世間を追っていたそういう時に司馬さんは完全として「萌えよ剣」という小説を書くこれは土方歳三の一生小説にしたものですねあのね司馬さんが一番自信を持っていた作品ですよこれ自信を持ちしかも好きだということを何度も書いておられますね「萌えよ剣」まあ新選組の総長が近藤勇 藤俊は副長であります。この中に登場する土方歳三というのはその抜群の組織者ですね彼の組織感覚というのはすごいその水も漏らさぬその集団的な行動を取らせるそういう点でやっぱり土方歳蔵が必要であったでこの新選組がご承知のように大政奉還 王政復興を経て、で、やがて散り散りになって、えー。壊滅する。その、歴史の全行程がこの作品の、まあ、背景にあるわけでありますが。まあ、最初に。ええー、近藤勇と、対談をしている場面が非常に印象深く描かれているところがあります。で、それはですね。新撰組の運命が次第次第に傾きかけていく。い 段階でありますそういう中で近藤勇と話し合っているんでありますが、えー、新選組は状況がいかに悪化していっても最後の最後まで幕府のために献身するんだということから言うわけですね。いいかにに将軍家がが不利な状況に追い込まれても幕府が 負け戦を続けていこうと自分たちはやっぱり幕府のために命を捨てるべきであるそれが新選組の設義というものだということを彼は強調している我々の生き方は設義だ設義を全うすることであるということを言っておりますねまあそういうエピソードを重ねながら実にゆったりと土方歳三の一生をこう描いていくわけでありますが やがて鳥羽伏見の戦いを経て新選組はですね大阪の天保山沖から船に乗って逃げ去るわけでありますが途中で有力者はどんどん江戸で降りてやがて仙台によって仙台湾でも船から降りていく人間が最後の最後まで北海道にたどり着く函館にたどり着いたのが 榎本舞踊を中心とする人物たちでありますその中に新選組ではたった一人土方歳三だけが乗っているで途中近藤勇は江戸で船を降りて江戸で惨殺されておりますしそれからその途中沖田総司も結核が悪化,悪化して死んでしまうもう新選組生き残りのリーダーとしては土方歳三ただ一人でありますでこれが 五稜郭に踏みとどまって、えー、幕府幕軍の立場で官軍に抵抗するでそれがまあこの小説の最後の山場になるわけであります。五稜郭が官軍の砲撃によって落ち焼け始めもう前途に望みが失われた時にあのヒひガットと静は馬に乗ってただ一人敵陣刺して え進んでいく彼に付き添うものわずか50人とこ,うこの小説には書いてありますね。放炎ダウンの中を馬に乗って土方歳三がしずしずと進んでいく。でやがて途中で切り殺されて馬から落ちて死んでしまうそのその最後の場面が実に印象深くこの作品の最後に描かれております。でこの 戦争は結局榎本軍の総敗北で終わるわけでありまして全員降伏するわけですね総裁副総裁陸海軍の奉行たち全員降伏しております死んだのは戦死をしたのは土方歳とただ一人彼は初めから戦死を覚悟で五稜郭に立てこもっていた でその五稜郭に立てこもったリーダーたちのほとんどがその後ですね、えー、明治政府に雇い上げられてノ本舞踊それから荒井育之助大鳥慶介こういう人々は明治政府の要人としてその地位を復活させ,させることができたわけでありま,すまあ司馬さんはそういう 一人の、えー、関東の三玉出身の近藤勇とかそれから土方歳三とか沖田総治という人物を描きながら土方歳三の純情な側面摂技に生きた県の達人の生涯本当にこの相席を込めて描いているんですね。私は今まで この「萌えよ賢」というこの司さんが大変ご自慢だった司さんご自身が非常にお好きだったこの作品の中身を紹介しながら一つだけ申し上げなかったエピソードがあるんであります。でそれはあの土方歳三とおゆきこれが縦糸というか横糸になっているんですね。この作品 非常にに深いものにしている、えー、京都で新選組の副長として勤労の志士たち尊上派たちを切りまくっている時に逆にそういう労使志士たちに追い込まれて逃げてさまよい込んだ町の路地の中で彼を救ってくれた女性がこのおゆきっていう女性なんですね喜怒 を開いてて座敷に入れて囲まってくればこれも本当の手実であったか,かどうか私にはその交渉したわけではありませんから分かりませんけれどもでそのおゆきというのはですねあの大垣藩の下級武士の妻だった人でその夫がすでに亡くなって亡くなった後そのままあの京都にとどまって四条丸山派の絵の勉強をしていた。 そのおの借りているうう。ちに飛び込んでしまうそこでかくまわれるそこで二人の仲ができるんでありますが次第にその二人の間に愛が芽生え離れられない関係になっていくわけでありますが先ほど申しましたように鳥羽伏見の戦いを契機に新選組が散り散りになって落ちていく年三はやがて船に乗って北海道に去るもうその時彼は死を覚悟しているわけで。 でその船に乗って大阪を落ちる前のその前にですね2人で2晩だけ大阪市内の清正庵という料理屋で過ごすそういう場面が出てくる清少というのは西のテラスと書くんですね芝、まあ、さんの小説の中では西の昭和の正という字清正庵というこれいおりでありますけれども清正庵料理屋が出てくる。 この聖少年のある場所がですね大阪の高台にありまして現在の,その四天王寺のある場所なんで,で地名は夕日ヶ丘という地名になっております大阪で一番高いところでありましてで西に沈んでいく太陽落日の光景が実に美しく眺められるところなんです今おいでになっても落日は見ることはもうできないと思いますビルが林立しておりますけれどもしかし 歳三の,の時代はですね明治の初年代っていうのははるか兼ねたなにわの西の海に落日が美しくあの見ることができたそういう場所でありますでかつて、えー、あの四天王寺っていうのは聖徳太子が建てたと言われている日本で一番古いお寺でありますが南を向いてるんですね四天王寺の,その寺院の結構というのは南に大門があってそちらが正面なわけでありますが。 ところが中世以降この四天王寺の西の門が非常に多くの信者たちの集まる場所だったわけであります。なぜかっていうと四天王寺の西の門から西の方向を見ると何輪の海に沈んでいく太陽の美しい姿を拝むことができるからです。で西の世界っていうのは西方浄土ですよ。これは平安時代の末期あたりからですねにわかにこの 四天王寺の西門における西の門におけるあの落日を拝んで念仏を唱える人々が集まるようになるわけですね時期はお彼岸の時期でありますお彼岸の時期というのは太陽がまあ東から上がって真西に沈む時ですねこれがやはり落日を拝む絶好のチャンスなわけですね 日宋という言葉があります仏教の言葉であります日相っていうのは太陽の火で、ね、太陽の火を想、拝む想像する拝むそういうあの観っというのは瞑想という意味ででますね日宋の日宋観が四天王寺の西の門を中心に燃え上がっていくでこの西の門は今言っても見えますけれども西の門の上に額がかかっておりましてですねその額の中にですね 四天王寺の西の門は極楽の東の門に対しているこういう文字が書かれている西の門に行きますと目の前が極楽だっていう信仰ですよねそういう文字が書かれているわけですそれだからお彼岸の頃になりますとこの四天王寺の西門に人々が集まって念仏を唱える念仏堂というものがちゃんと教えられ,教えられていたわけです今日はありませんけどねでそういうこともあっていつの間にかその夕日が丘という夕日を拝むための丘 という,ふうに言われている一番の高台でありますから。で実は平安時代の末期鎌倉時代の初めにかけて「新古今集」という歌集が編纂されますこれは言葉羽上皇が編纂した直線集代表的な直線集の一つである新古今集。その新古今集の先者の一人藤原の家隆っていう人がおるんでありますがこの藤原の家隆 音で呼びまして流家高は家っと言いますけれど藤原の家竜がですね晩年やはりこの夕日が丘にやってきて、えー、西に沈む太陽を見ながら極楽往生浄土往生を祈願していたっていうこういう物語があるんであります。でその藤原家高の代表的な歌の一つにこういう歌がありますね。えー、ちぎりあれば 何輪の里に宿り来て波の入り火を拝みつるかなちぎりあれば何輪の里に宿り来て波の入り火を拝みつるかな、えー、ちぎりがあってえにしがあってこの夕日が丘にやってきたそして夕日を見ながら極楽往生を念じているのであるという意味の歌ですね。 この歌を司馬さんはその取り出しながらかつてこの夕日が丘には藤原家かという新古今宗の選者がやってきて毎日のように日相観をしていたんだよということをおゆきに語るんですよ。その時土方歳三は死を消しているもうおゆきとは最後の別れだと思っているその愛人と一緒に夕日を眺める。 そののための最後の王政を二番この清書案というところで過ごすこの場面を司馬さんはですね「燃えよ剣」という作品のその最後の場面土方歳三が大阪を落ちるその直前の段階でそっと挿入して「ああ司馬良太郎という人は幕末一新旗を小説にする点では名うての達人であっ 近代史に非常に深い関心をお持ちの作家であるというふうに何となしに私は思っていたんですけれどもいや司馬太郎は同時に日本人の千年にわたる信仰の世界をちゃんと踏まえておられたんだでそれをさりげない形で「燃えよ剣」という作品の中に挿入されたんだと思いますね。この 夕焼け空を見て感動する日本人は多いと思います私も夕焼けを見てどれほど感動したかわかりませんそういう記憶がたくさんございます夕焼け小焼けで日が暮れてっていう童謡もありますけれどもあの夕焼け小焼けで日が暮れてっていうのは大正時代の中村右航という童謡作家が作った詩を作曲したものですねあの歌を歌わない日本人は一人もいないだろうと思うんで なぜ夕焼け小百景の歌がこれほど多くの日本人によって歌い継がれてきているのかそれは夕焼け空に深い感動を覚える伝統が我々にはあったからではないかその落日の光景を見て感動する日本人というのは500年1000年の伝統の中でその落日の彼方に浄土あの世を イメージしてきたからななのではないったようなことを私は最近考えている日本人には宗教心がないモラルがないというような批判がしばしば聞かれる今日でございますけれど深く我々自身の内心を振り返ってみるとそこに日本人の信仰心の核のようなものが横たわっている。 いうことが言えるのではないかと私は思っていたのでありますその重要な問題がこの「夕焼け信仰」「落日信仰」ではないかと思うんですね。でそれがこの「燃えよ剣という剣の達人土方歳三の一生小説にした作品の中にしかもその決定的な場面に出てくるというのが私には単なる偶然のようには思えなかった。 柴良太郎という文学者の奥行きの深さその文明論が日本の歴史の真相にたどり着いていた真相を浮き上がらせるそういう種類のものでもあったということにですね深く感動するのであります、えー、本日は柴さんの文学を語りながら 日本人の魂にはまだ可能性が存在しているんだということを実は申し上げたかったわけでありますしばり太郎の魂それ,をそれに触れることは日本人の魂に触れることでもあるかもしれない我々にはまだ可能性があるかもしれないというそういう勇気を与えてくれるそういう文学だったのではないかと思います これで私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。